この人の声がすごい。生ライブの映像っていうのを見つけてしまいまして、本当にこれには驚いて。皆さんこんにちは、ソプラノ歌手、ボイストレーナー、音楽療法士の川島由美です。東京で個人レッスンやボイストレーニング講座の講師などをしています。レッスンなどの詳細についてはどうぞ概要欄の方をご覧になってください。さてさて、今日はそれではアドさんという方が歌う踊という歌について皆さんと一緒に見ながら解説、そしてリアクションをしていきたいと思います。まずね、アドの踊、この踊るのルとかリーは一体どこ行っちゃったの、これ一つで踊って何って思った方は私と同じ昭和世代の方ですね。このアドさん、2002年の20歳、デビューの時は女子高生だったんですね。とにかくこの人の声がすごい。もう地声から綺麗な高い声、ファルセット、そしてこうウィスパーボイスからへーってガナリア、でシャウトのような声を出して歌うんですね。でもまあ正直言ってね、最近こういう音声っていうか多いんですよ。まあやっぱり2000年以降はコンピューターや音声の打ち込み、合成なんかが発達して、編集でね、いわゆる補正なんかがどんどんやれちゃう時代だし、まあ、2007年頃に初音ミクとかボカロが出てきてからは、これって本当に人が歌ってんの、それとも合成の音声なのっていうのがもう我々世代にはハテナハテナってなっちゃうぐらいで、まあ、このアドさんのね、うっせーわとかいう有名な曲も聞いたことはあるんだけど、これ一発では歌ってないでしょう、重ね撮りとか合成だろうなって思ってたんですよ。ところがですね、なんと今日この方が歌う生ライブの映像っていうのを見つけてしまいまして、それがなんと配信のと同じレベルで歌っちゃってるんですよ。本当にこれには驚いて、もうアドちゃんごめんなさいって感じなんですけれど、この後のね、私のね、こう解説も聞きながら、見ていただくと分かるんだけど、実はね、この令和の最新のヒット曲になんとですね、昭和の良きスパイスがこの楽曲の中にもアドちゃんの声にも隠されていたんです。というわけで、こんな今時の歌は無理無理って思ってる方もね、ぜひこれ私と一緒に見てみてください。ちょっとね、面白いところいっぱい見つけちゃったんで、一緒に見ていきましょう。いきます。2022年に埼玉スーパーアリーナでのライブ映像になってます。ハンパなラヒーローっていうことから始まってますよね。まずね、この最初のハンパのハ、これがね、思いっきりハッハッって、これわかる、ハッってこう思いっきりなんか子供がワーンって泣く時のハンパなラって、これで歌ってるんですよ。で、これどうやってるかっていうと、この歌う前に息がでもう吸ってるのね。歌う前にもう歯の口でハンペネーレっていう感じ、大の字になってハンペネーレっていう感じで歌ってます。その後すぐにハンペネーレヒーヒーがファルセットになってラーで戻るっていうね、歌い方してます。ハンペネーレヒーロー、裏声に行ってますね。で、その後のやつ、ふーわふーわ、これふーが地声でふーわ歌ってんのよ。みんな思い出さない？これ。ふわふわふわって、これ昭和世代の人、これわかります？綺麗でしょ、タラタラタ、ええ女でしょ。ふわ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 の、このふわふわとさ、ふわふわしたいのと、アドちゃんのさ、同じじゃない？もうなんか最初からバブル時代を彷彿させることで、なんか私の中で盛り上がっちゃってるんですけど、まあ、次行ってみましょう。したいならどうぞどうぞね、これ裏声に入れてるよね。どうぞってワールセットの後に開演準備、これできない私。このね、開演の糸がね、って開演開演準備っていう、こうシャウト系が開演準備って入ってます。開演準備しちゃおうか、これでカーッと、これはね、いわゆるね、声帯の下声帯っていうね、まあ、ここにちょっと出しますけど、声帯の図ね。声帯ってこんな風に、声帯そのものの筋肉と、まあ、声帯の周りが、の筋肉があるんだけど、この周りの筋肉を結構強く使って声帯をグッと締めてくる音なのね。開演準備っていう、こういうノイズ音みたいなことで持ってきてます。泣いても笑っても愛してたね、ほらしちゃってね、泣いても笑ってもっていうね、しちゃ
ってねまでガラッといたと思ったら突然なー上に泣いていても悪っても愛してねって言ってんのね。次行ってみましょう。耐えずに翔太泣いても笑っても愛してねほら Say no 声を響かせろあーほら Say no このほらっていうのはオン犬がオンオンって鳴くようなほらオンほらっていうねこうオン喉の深い方を使ってポンって出してってほら Say noてい、てい音。ね、てい音って歌わないで、手のえに点々、いに点々。てい音。で、へびかせろ、ろ、巻き舌入ってますね。チラッとね。もう結構入ってる。ちょっと待って、もう一回。でも、せい。うろ入ってる結構ね。なんだかなってつまんない。なこの感じのねなんか唇がこう平たくて口腔が狭い感じ。なんだかなってつまんないこともあるでしょ。なんだかなってつまんないこともあるでしょ。伸びる。ロンリーロンリーのノート。ロンリーロンリーのノート。ハンディ本気出そうって言ってんの。ハンディ本気出そう。ロンリーロンリーのノート。ハンディ本気出そう。このロンリーってとこと、ハンディってとこが、ヨロレイホー、ヨロレイホー、ヨロレイホー。あの、ヨーデルなわけよ。なんか甘い、ロンリー、ロンリー、鼻声に抜く。ロンリーロンリーのノート。次行きます。やんなっちゃって道路に D にバットゴハットだろうっていうふうに道路の D バットの B ゴハットの G にだろうの D っていうふうに DBGD で濁点の歌詞が並んでるんだね。それを全部アタックしてやんなっちゃってなんか甘えた声でやんなっちゃってやなっちゃってドロこの辺まではまだあの可愛い感じで来るんだけどやなっちゃってドロなぜかここでブレスしてんだよねやなっちゃってドロにバイルグハートだーっていう風にシャウトしてきてまーすなんだかなってつまんないこともあるでしょ伸び伸びのノートハンディホンキーだそうやなっちゃってドロにバイルハートだろうが溺れ打ちたい溺れ落ちてるなんか昭和っぽいんだよねここの歌い方溺れ落ちてる落ちてファルセットに行ってハンディホンキーだそうやんなっちゃってドロねバッグハートだろうが溺れ落ちてるもっと頑張って上がるまでもっと頑張ってつながろう一人より二人くだらんし心配ないやちょっとシルエットがこう見えてきたよね。袴なのかな。あのハイカラさんでわかりますよね。昭和世代の人はハイカラさんみたいな感じ。もっと頑張って上がるまでもっと頑張ってつながろう一人より二人くだらんし心配ないや。つながろう一人ってとこでなんかブレス入ってる一人より二人くだらんし心配ないや。これだけ飛び跳ねてるから多分ね苦しかったのかもしれないですね。あんまり気になるとこじゃないよね。次行ってみましょう。なめやり難題みんなで乗っかっちゃえばってコーラスが言って案外サクッといっちゃいそうってあのアドちゃんが歌ってるのでここちょっともう一回聞いてみようかな。はあ案外サクッといっちゃいそう半端なくここもいきなりいっちゃいそうからまなしで半端なくにまた繋がってるよね。最初と同じでふわ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 のあのふうふうのあれが出てきて。そうだね。これ
もふわふわしたいならっていうふうに、ちょっとこんなところでブレスが入ってるんだけど、やっぱりこのね、裏声の方がやっぱり息はたくさん使うんですよ。あのふわふわしたいって時、これだけ動いてるから苦しくなって、で間髪入れず上手にブレスを入れてるよね。いってみましょう。次、案外サクッといっちゃいそう、半端ならヒーロー、ふわふわしたいならどうぞ、でここまで見て思いません？顔見えないでしょ、ね、これ、まあ、若い人はもう当たり前で知ってると思うけど、アドちゃんってやっぱりね顔出ししてないんですよね。でこれ全部いわゆるシルエットだけなの、逆光なのよね。こっちから飛ばすんじゃなくて後ろから飛ばしてシルエットだけを見せてるわけね。私たち世代の時にはちょっと考えられないようなね、すごいよね、今時のアーティストって感じ。まあ、最近のねこう YouTube で配信で出てきたアーティストさんってね、顔出ししてないね、どこの誰だか分かんなくても声と楽曲が良かったらもうどんどん売れてっちゃうっていう時代なんですよね。ほんとすごい時代になりました。ってなんでフラット出してますね。今宵はアンテンパーティー、こんな感じだね。シャウトして孤独はさっきマイオレ、孤独はさっきさっていうのをペッキンって外してさっきんって降りてきてんのね。色っぽいよね。でここにもなんかさっきの破裂っぽいやつがあったかな。ここもほら、心でバイバイバッっていうのがバッと破裂して、心でバイバイっていう風に歌ってますね。いくつか出てくるねこの方ね。感想聞いた？どこどこどんって、まあなんか日本の和っぽい音で来てるんだけど、ダンシングヒーローなかった？ジュガ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 、もう一回聞いて感想のとこ。ドンドンドコドンドンドコドン、ほらジャンキッドンドコドンジャンキッジャ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 ッ、はい、入ってみましょう。次行ってみましょう。どんな劣等感だとって即興の結晶版でって言ってるらしいんですけど、私だったらどんな劣等感だとって即興のって単語の頭にアクセントがいっちゃうんだけど、アドちゃんはどんな劣等感だとって即興のっていう感じのとこに入ってるんですよね。で結晶版例っていうのはなんかクシャクシャクシャって言ってる感じだよね。どんな劣等感だ、即興の化粧まんなさ、顔で突っ込んでしまっちゃうでしょ、あいえ当てたなテンション、せっかんでってとこと突っ込んでのコート、しまっちゃうってなんか泣き崩れた時みたいにしまっちゃうで、あいえって言ってるね。どんな劣等感だとか即興の化粧まんなさ、顔で突っ込んでしまっちゃうでしょ、あいえ当てたなテンションね、まいちゃってんの外ドバッと吹き出すのはテンション、こんな感じで歌ってるよね。本当にアーパンダーナテンション待っちゃってのふそうとドバッとってここのとこにアクセントだね。どんな劣等感だとか即興の化粧まんなさ、顔で突っ込んでしまっちゃうでしょ、あいえ当てたなテンションね、待っちゃってのそうとドバッと吹き出すのは本音の独り言、別に本音の独り言、こんな感じでね、トーン抜いてるね。なんか、本音の一人。ここはなんか割と、その二十歳の子の、なんか地声の若々しい声が聞こえてる感じするね。本音の一人ごと、別に興味ない。
特に関係ない、ふさぎ込んで絶望でちょい、別に興味ない、きょうよーと別に興味ないっていう風に、ノイズ入ってますね。本音の独り言、別に興味ない、特に関係ない、ふさぎ込んで絶望でちょい、いつも手なでてブレブレ、絶望絶頂へノイズと言って、オーイズ、またヨーデル入ってるね、絶望絶頂でオーイズをっていう風にヨーデルのように裏声でオーイズを奏でて、もう一回聞いてみましょう。別に興味ない、特に関係ない、ふさぎ込んで絶望で頂へ、いつも手なでてブレ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 、イエイ、もらっと待って、ブレブレブレ、イエイイエイって言ってるよね、ここもね、プルプルプル、やっぱヨーデルなのかな、あいつを奏でてプルプルプル、イエイイエイ、絶望でちょい、あいつを手なでてプル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 、イエイ、もらっと待って、やこな、イエイイエイ、泣いていこう、すごいプルプルプル、イエイイエイ、ほら集まって、ここまではなんかすごい裏声なのに突然ほら集まって、いやこうだって、このいやーになんかいやじゃなくてもじゃーんみたいな、急に突然やからでだーの伸ばしながらだーって D だけじゃなくてアにもだーっていうノイズを入れてんですよ。ちょっともう一回聞いてみて。別に興味ない、特に関係ない、絶望でちょい、いつも手なでてブレ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 、イエイ、もらっと待って、やこな、イエイエイ、泣いていこう、イエイエイエイ、全部濁点だよね、泣いていこう、カーキャーンって犬が鳴くようなカーっていうのを入れて、おのままずり上げて、あー言ってる。なんか飛んでて可愛い、なんかね影がねチャカチャカチャって言ってね、ちょっと見えないよ、両足でねピャカピャカピャンピャンピャンキャッピャンって、またダンシングヒーローピャカピャカピャンピャンピャンキャッピャンピャカピャカピャンピャンって入ってきてます。好きなやつ、テケテケテテケテテサンバみたいな感じの構想かな、入ってきてタラタララタララタタタラタラタタ、ダンシングヒーロー風が入ってきたら、パラッパラッパッパラ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 ッパッパンってあったでしょ、これなんだっけ、あのほらモームスのほらパラッ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 パッパンってあれ入ってきちゃってんですよね、今度なんかね。昭和世代にちょっと嬉しいよね、この曲。すごい喉丈夫だわ、もうドゥーって終わるんかと思ったら、踊り出せ踊り出せでまた踊り出せに入ってっちゃったよ。最後体力に任せてやってるように聞こえるけど、痛みのでシェアマルってちゃんとラノとか歌にして、ご用意もご用意もって、本当に喉の使い方をね、なんか計算してんのかもしかしたらってぐらい巧みに使ってますよね。またの口をけっと、まあからきっとっていうね、もうこんな最後のとこまで使い分けてるんだよね、すごい。
最後までね、声をすっごい使い分けてて、素晴らしい。はい、皆さんいかがでしたか？ちょっとびっくりでしょ？最新のヒット曲に本当に昭和のね、この SS が結構隠されてたんじゃないかと思うんだよ。このチャンネルを見ている大人世代の方が多いので、ちょっと説明しておきますね。このアドさんという方はね、中学生の頃から歌ってみた動画っていうのをね、ネット配信にね、こうアップしてたそうなんですね。このアドちゃんの曲のほとんどを作っている方たちが、ボカロ P っていう方たちなのね。ボカロ P でわかります？初音ミクとか、あの音声合成ソフトっていうのを使って動画の投稿サイトに投稿する音楽家のことを言うんですね。まあ、あの2000年以降にね、この初音ミクとか音声合成ソフトが出てきた以降の、まあ、音楽家の人たちですね。米津さんとかまふまふさんとかね、有名な方がねたくさん出ています。アドちゃん自身もね、中学の頃から配信サイトに投稿して、アドちゃんの曲をこのボカロ P と呼ばれる人たちがね、曲とか詞とか、そしてアドちゃん顔出ししてないので、イメージイラストなんかもその人たちで作ってるんですね。まあ、ほんとまさに私もそうだけど、大人世代の人たちではもう考えられないようなね、こう時代になってきているこの最新の曲にね、今日一緒に皆さんって聞いて分かったように、なんか昭和のエッセンスがところどころにこう入ってるっていうねことに気づいて、かなり嬉しかったんですね。まあ、ということで、こういった最新のね、こうボカロ P なる人たちが作る曲でも昭和世代のみんなも楽しめるってことが分かりましたね。というわけで、アドちゃんのオドっていう曲をお届けしてみました。これからもね、こう新旧問わずいろんな曲を、まあ、皆さんと一緒に聴いたりね、声の使い方とか、その音楽性についてね、楽しんでいくチャンネル作りをしていきたいと思いますので、どうぞチャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね、次のレッスンでお会いしましょう。最後までご覧くださりありがとうございました。